SNS のフォロワー数300万人超え、年収1億円超えのプロコスプレイヤー、レナコが、9月6日放送の、相席食堂、ABC テレビ、に出演。しかし不測の事態が起こり、放送を前に番組サイドがレナコに謝罪した。今年8月、右椎骨動脈解離のため入院したノブ。実は、MC の千鳥に不測の事態が生じた場合に備え、当番組では、夢の MC 超人タッグトーナメントを2020年に開催しており、そこで優勝した勝見、さゆりが今回、急遽ピンチヒッターを務めることに。バル、誰が代役か知らされておらず、二人が登場するや困惑を隠せない大悟。というのも、MC トーナメントでは突っ込みすぎた二人がタイムオーバーとなり、最後まで旅の VTR を見ることができずに終わってしまったからだ。大悟は、旅人がメインと二人に釘を刺し、VTR がスタートする。雑誌のグラビアをはじめ、歌手、声優としても活躍するスーパーアイドルのレナコは、くまちゃん風のコスプレ衣装で登場。神々が住む地と言われ、200もの神社が点在するパワースポットの宝庫、宮崎県西臼杵郡高千穂町を訪れる、人見知りで、旅番組も初めて、と、慣れないロケに戸惑いながらも街を散策するレナコ。地元の人から、ボートに乗ってマナイの滝を撮影し、虹が映ると良いことがある、と教えてもらい、レナコは滝を目指すことに。その過程でも次から次へと、ちょっと待ちティボタン、帽子まくる勝見、さゆり。前回以上に大暴走する二人に、最後は VTR のレナコよりも二人に、ちょっと待ちティ、が止まらなくなり、ついに、ノブ、はよ元気になってくれと、本音を漏らしてしまう。番組は、相席ファンなら満足度 200% の衝撃回、と明かすも、レナコさん、先にお伝えします。本当に本当にごめんなさい、と、放送を前に謝罪コメントを発表。果たして、VTR は最後までオンエアされるのか。この模様は9月6日、夜11時17分から放送される。